さあこれ突破だろ。さすがに確か。オッケー。シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よう、今日の夜会は最貧重心がヘラを使って食ってやったぜ。艦隊だ。ヘラのステータス前を右側に書いてあるから、今彼氏に確認していこうぜ。あ、で今回はよ、これアフレコだ。いつもアフレコしねえが、今回だけ特別アフレコでいくぜ。じゃあまずステータス確認していこうか。光、神、貫通、バランス、アビリティ、飛行、超アンチ重力バリア、ゲージ、バリア不要、飛行不要、ラックスキル、シールド。あとステータスはよ、申し分ねえが、まあ、ゲージショット込みで25026、攻撃力もなかなか OK で、スピードがめちゃくちゃ速い。これでブーストもできて、ブーストが当てやすくなって、さらにブーストして攻撃力が上がった状態ではよ、申し分ねえんじゃねえか、めちゃくちゃ強いんじゃねえのかね。あとストライクショットが1段階目がその次の自分ターンまで持って、確か 1.35 倍だったか。で2段階目が2周回って 1.5 倍。まあ剣と同じだな。まあ要するに星5の奴らとはちょっと劣ってるが、まあこいつの元々のスペックが強いから、そこは申し分ねえって感じだ。で白爆発 EL でさらにサポート、完璧サポートっつうわけだ。そんでよ、あと今回この歳費、まあ、結果的に言うとよ、めちゃくちゃ適正だ。相当適正だぜ。めちゃくちゃ強いんだがよ、単体で行く必要はね、他のモンスターを強化してやった方がいいと思うが、さらにこの単体で行っちゃダメな理由がものすげえのがあるんだが、感染力がめちゃ食らう。まあ思った以上には食らわねえんだが、1人9000、まあ3万6000食らっちまうんだが、まあシールドやこのバリアがあったら防げるし、このバリアはさらに敵の割合攻撃っていうか、あの HP の最大値を減らしてくる攻撃も防げるわけだ。マナと一緒で、その点がかなり強いと思ったぜ。まあやっぱりよ、1体モンスターを入れて他のモンスターを強化していく方がかなり強いと思うぜ。まあ最後に12月のこの終わり、まあ、もう1体重心があるっていう噂があるけどよ、このほんと最後の方にすげえいい重心化を入れてきてくれて結構嬉しいぜ。つうか重心化は常にこれぐらいの喜びがねえとなんかがっかりするよな。まあそんで俺はこのヘラを5体持ってたんだ。5体だっけ、5体か、4体か5体持ってたんだ。本当によ、ずっとこいつが使えねえか模索してたが、重心化でやっとこいつが報われたと思うぜ。まあなんか結婚できてるっぽいしな、これ。でもちょっと怖いのがよ、相手のこのゼウスがなんかロボットじゃね、ちょっと怖えよな。正直これってモンスターのストーリーがわかるっつうか、もともとゼウスに振り向いてもらいたいのに、ゼウスとなんか振り向いてもらえないっていう、なんかすげえ悲しいやつ。結局この前の進化前と進化後もよ、両方ともなんかすげえ結婚できて嬉しいっていうやつも、あとでどっちかが結婚できないけどなんかすげえ病んでるやつだったけどよ、結婚できてるっぽい方もよ、結局あれぬいぐるみなんだよな。なんかこいつすげえ怖いぜ。というわけで、一応こいつは超アンチ重力バリアがついてるからよ、攻撃力アップした状態だったらめちゃくちゃダメージが出せるんだ。こことかすげえ見といてくれよ、すげえダメージ取るから、すげえ言いすぎ。これやばくねえか。クロスレーザーも結構な働きをしてるわけだ。なんかよ、クロスレーザーって弱いイメージあるが、なんか何気に結構ダメージ出してくれる優秀な友情って感じの時もあるよな。さあここも一気にダメージ出していこうぜ。おお、めちゃくちゃ強いじゃねえの。で敵を倒すとよ、一旦シールドが消えるんだが、これぐらいならすぐに削れるぜ。で一応よ、弱点狙わねえ理由が、感染毒がめちゃくちゃ怖いから、なるべくバリアつけとこうっていう感じで立ち回ってるぜ。
でよ、今回これ、まあ、ヘラのブーストしちゃうことによってよ、結構中途半端な攻撃力になってっから、めちゃくちゃ上がってるわけじゃねえからよ。まあ、上がってんだが、剣取った状態ってわけで、ボスを優先するのか雑魚敵を倒してからやるのかっていうことにかなり迷ってんだ。もしかしたら失敗するかもしれない。だから、今回はなるべく雑魚敵も倒す、つう感じでやっていこうと思ってるぞ。まあ貫通だとなかなか体力を減らせねえよな。さあブーストかけるぜ。一応よ、こいつはスピードだからよ、結構敵ザクザク切ってもたどり着くと思って上から行かせてもらったぜ。あとよ、後半とか結構ブーストかけたらいいんじゃねえのってシーンもブーストかけてるとこもあるがよ、それはなぜブーストかけなかったかっつうとよ、単純に忘れてたんだ。なんかよ、こういうブーストかけるモンスターっつうのはなかなかいなかったからよ、入れても1体しか連れてかねえだろう、こんな4体もいるってんだけど、いつどのタイミングで打ちゃいいのかっていうのをの結構緊張して忘れちまうわけだ。あとよ、まあ、いつも言ってんけど俺は紋章やワクワクはあんまりつけねえ。今感染やべえだろ。紋章やああいうのは基本的につけねえ主義なんだ。まあ周回するときには効率を上げるためにつけるんだがよ、こういうみんなに見てもらうときはなるべく攻撃力も上げねえようにしてるぜ。でもよ、一応これ友人のアカウントを借りて今入ってんだが、これはその友人がよ、スポットの光をつけてたせいで光分アップしてるぜ。その今日うちの場所が光るんだ。で、あとのこの庭、同族過激の、あ、同族の仮名と激死の仮名 M がついてるぜ。まあこいつらの強化はそれだけだ。攻撃力はスポットの分しか上がってねえ。それよ、何気にこのエリア結構俺は緊張するっつうかよ、この後のダメージボールの張り方が失敗すると大ダメージを受けちまうっていう張り方してくるんだよ。なんかよ、まあ、ダメージボールそんなにダメージねえから気にすることはねえぜ。まあ、このショット見ておいてくれ、結構ダメージ出るがよ、ドワーって。まあでもこんぐらいのダメージだぜ。そしてバリアを張るのによ、全然バリアのやつを狙ってくれねえ。まあ一番近いやつ狙うから仕方ねえんだがよ。さあこれで突破だ。よっしゃ、ブースト戦やっていこうぜ。まあブーストやることによってよ、途中の中ボスの確実に倒して1回の降臨で卵を3個獲得できるじゃねえのか。でよ、ここも初めは実験だ。下の魔導士を倒さなくてもいいのかどうか。要するによ、ブーストした状態でこいつらがボスにどれぐらいダメージを与えるのかっつうのを今から検証していくってわけだ。でよ、結論的に言うとよ、まあ場所が場所ならば魔導士も倒さなくていいと思うぜ。まあそれはよ、ヘラがヘラ艦隊で行った時の話だがよ、こんな感じ。さあ横艦、あ、横艦してなかったっけこれ、あれ、よし横艦。これちょっと上に上がったんだよこれが。ということはよ、これ3体ぐらいで横艦すりゃ倒せるんじゃねえのか。まあそれまで耐えれるかっつう話だぜ。一応よ、感染切りがあるけど、それを2回ぐらい食らっちまうとやべえから。まあ今回のチャレンジは結構慎重にいってるぜ。ミスったら後がねえからな。まだこいつが出るまで周回しなくちゃならない。
さあこれ突破だろ。さすがに確か。オッケー。確かよ。次と次のラストステージもよ、結構緊張したのか知らねえが、爪の甘えショットばっか打ってピンチになってっからよ。そこは少し理解してほしいで。オッケー、いいダメージじゃねえの。まあ正直よ、ここは横感してボス大ダメージ当てればいいんだが、かなり緊張してるぜ。もし下の奴らがよ、ものすげえダメージ打ってきたら怖えなって感じで、この後がやべえんだよ。歳費の下のダメージ1つ、攻撃1つのがよ、要するにあれなんだ、感染源なんだ。その他ものすげえダメージが来るから、こんな感じだ。しかもよ、下あんな次111って出たらめちゃくちゃ怖えじゃねえか。だからよ、下も倒せるように打ってるぜ。あ、打ってねえわ、全然打ってない、全然打ってなかった。どうだ。さあこれでハートも取って突破しようじゃねえかってなったんだが、これがものすげえ動きやがってよ。でも全然ダメージねえよな。よっしゃ、ラストバトルやっていこうぜ。ここはまずガンマンを倒しとくって、確か手だった気がするんだが、さあガンマンをどんどん倒していこうぜ。で、貫通だったらよ、下の魔導士結構倒せねえから、これ結構時間かかったんだよ、下の魔導士倒すのよ。で、この後の2ターン後のやつで確かブーストかけたよな。俺なかなか倒せねえんだよ。で、この後ブーストかけて、その時のダメージで下なんとか倒せるよなって思ったんだが、それも結構よ、なんか倒せてねえんだ。確か最後ギリギリ倒したはずなんだが。ほらほら危ねえ。あ、倒せてねえわこれ。結構ここで絶望。やべえ、次しかも感染ギリじゃねえかよ。ね、一匹ブーストした本人がブーストされてねえから、ここでブーストかけたんですよ。で、これ倒せたというわけで、もうこの時点でもう心臓バクバク。ほらこれやべえだろ、怒り者だからダメージ上がってるわけだ。え、残された猶予はよ、もう一旦ぐらいだ。だからここでダメージを稼ぐことはできねえ。下の一匹を倒してハート取って次につなぐしかねえってわけだ。で、次 2P のどっちかで弱点を立て換すれば終わると思ったんだが、弱点がよ、これが最後。右に行きやがった。めちゃくちゃ緊張してるわけだ。まああいにくよ、あいにくとか運がいいことにみんな離れてっから、誘発で出る友情じゃねえからダメージが出ると思ってよ。ギリギリいけたぜ、あぶねえ。つうわけだ、艦隊はおすすめしねえ。サポートで1体か2体入れてくるのは十分いいと思うぜ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。そんじゃ次の夜会で待ってるぜ。あばよ。